釣りの前に猫に触ると赤い魚が釣れるという言い伝えがあったようななかったような。猫さん、じゃあ行きましょうね。じゃあ餌買ってきますからね。はい、それでこのように餌買ってきました。実はね、買ってきた餌は猫の餌ではありません。魚の餌です。で、これで何するかっていうと、このね、今日は岡田港で、この岡田港でこのね、エギザを使ってね、足元へこう落とし込み釣りでね、何かをこう釣ってやろうと、そういう魂胆です。釣れました。何かが釣れました。なんだ、ベラか。ベラくんですね。よいしょ。チビブダイ釣れました。小せえなこれ。な、小せえぞこれ。ほら、こんなだよね。20センチあるかない。またまた釣れました。何が釣れたかな、何かな。お、なんか、お、マダイ、マダイだ。マダイが釣れました。マダイです。チャリコそら、ほらね、お正月の準備万全。マダイです。やりました、マダイです。マダイが釣れちゃったよ。こんな大きいマダイ、ほらね、ほら、釣れた、釣れました、ね、こうやって、こうやってほら、あ、そういう風にやってんだ。お、釣れたよ、おっしゃー、ね、こういう風にね、撮影しながら釣っています。名人なんだよ、だから俺はもう。あ、わー、これだよ、出ちゃったよ、ほらね、赤い魚。今度は笹のハベラ、笹のハベラです。そして赤い魚たちはこのように干物になったとさ。めでたし、めでたし。